ハイブリッド飛行船は、機体内部に充填された比重が軽い機体の浮力と、動力で発生させる揚力との組み合わせによって、浮揚する飛行船である。機体の比重のみで、浮上可能な従来の飛行船と区別するため、重飛行船とも呼ばれる。機体の平均比重が空気より重いという定義にのっとれば、重航空機に分類される航空機であるが、公式には分類されていない。 従来の飛行船は運航費が安いが大きさの割に積載重量が少なく運航速度が低いなどいくつかの点で欠点がある。加えて飛行船の地上取り扱いの難しさは致命的で歴史上は主要な交通手段として扱われることはなかった。純粋な LTA 飛行船が着陸のために侵入するときは中立浮遊であり、 風バフェッティングの影響を受けやすい。わずかな微風の中でさえ、軽流柱に固定するためには、マスト社と大勢の地上職員が必要になり、地上業務には大きな危険を伴うこともしばしばあった。重航空機は飛行船が持つ欠点を克服する。一方、揚力を発生するために高い出力を持つ動力を必要とし、飛行機は滑走路も必要とする。ハイブリッド飛行船は、 取り扱いに困難を要する飛行船と高速で運航費の高い重厚空気との中間を埋めることを目的として開発される。同時に揚力と浮力を組み合わせることで他の手段ではなし得ない航空積載量の実現を期待して開発が進められている。ハイブリッド飛行船が扶養する機構の概念はヘリウムのような空気より軽い機体による浮力と回転翼や 固定よく発生させる揚力との組み合わせである。胴体部分も揚力を発生するような形状に工夫されて、既存のリフティングボディを採用した飛行機での航空力学的な取り組みに非常によく似ている。CNN ではこうしたハイブリッド飛行船を次世代の航空機として紹介している。セッペリン NT のような現代の飛行船は上昇加工や旋回などでの応答性を 改善するために変更推進機を搭載しているが、船体重量はほぼ浮力のみによって支えられているため、飛行船に分類される。しかし公式には、ハイブリッド飛行船と変更推進機を備えた、軽飛行船が区別されている。サントスデューモンの14ビスパイア石器 PA-97 長年にわたって、多くの案が提案され、技術が進歩しているにもかかわらず、 ハイブリッド飛行船の開発は実験的な段階にとどまり実用化されていない。1905年、アルベルト・サントス・デューモンはハイブリッド飛行船の最初の試みとも言えるものを制作した。世界的にも最も熟練したパイロットであった、サントス・デューモンが制作した14号機は飛行船の機能と飛行機の骨格を組み合わせたものであったが、失敗に終わった。 1986年、4機の回転翼と軟式飛行船を組み合わせたパイア石器 PA-97 が林業における重量物運搬手段として試作された。2000年には当時存在したアドバンストテクノロジーズグループによってスコヨオキトンと呼ばれる12メートルの縮小模型が飛ばされた。アメリカ国防高等研究計画局は2005年、 超重量物の航空運搬技術を調査することに焦点を当てた技術開発戦略としてウォルラス計画を発足し2007年に終了した2006年スコヨーキャット技術によるロッキードマーティン社製 P-791 の有人飛行試験は技術の大きな進歩を提示し現在も開発が続けられてエアロスクラフトに至るエアロスクラフトは 約500立方メートルという巨大な内部空間を持つ400トン級ハイブリッド飛行船である。また、似たものとして、ウォルラスフラという約500トンの積載能力を持った超大型ハイブリッド飛行船がある。これらは低速ながら航空機とは比較にならないほどの貨物積載能力を持ち、民間旅客機や軍用輸送機の用途に向けて開発されている。ありがとうございます。